ああ、こんにちは。痛い、そんなにしなくていいでしょ。痛い、そんなにしなくていいでしょ。こんにちは。はい、さん、こんにちは。毎年インフルエンザになるやつアホ。よろしくお願いします。お願いします。学習した方がいいですよ。今日なんですけど、ラファエルが、またレンちゃんって、この間出ていただいた、もう気に入っちゃってて、はい、レンちゃんさん、気に入ってるんですよ。で、また手出そうとしてて、はい、で、レンちゃんそんなハマってない、もちろんね。それはもちろんハマってないよ。ハマってないんだけど、ラファエルが、最近、行っとるクリニックみたいなのあんねん。はい。で、そこがすごく、個室とかになってて、あ、渋谷の真ん中にある、ね、そう、ど真ん中のやつ。はい、まだその行った時も説明すんねんけど、はい、そこがプライベートで、個室でとか、もうラファエルが絶対好きやねんけど、はい、で、そこを、レンちゃんさん誘って、行こうとしとんねん。へ、で、これをまた、その、ドッキリ、ちょっと懲らしめていこうかなと思いまして、はい、で、仕掛けていくんですけど、今日普通のドッキリじゃないっす。何ですか？ちょっと大掛かりというか、大掛かりっていうか、結構大物方に協力していただきまして、はい、二段ドッキリみたいな感じで、していこうかなっていう感じっすね。だからちょっと楽しみにしていただければって感じです。はい。はい。で、とりあえずもうラファエルが言うてる間にちょっともう行っちゃうんで、はい、先回りして、ちょっと仕掛けていきたいと思います。そうしましょう。はい。なんでもう行きましょうか。とりあえずね。はい。行きましょう。はい、ということで到着しましたと、はい、これ渋谷ど真ん中で、渋谷ほんまど真ん中、めっちゃ綺麗、これめっちゃ新しいビルなんですけど、はい、で、ここラファエルがこの西山クリニックに実は来るんですよ、はい、レンさんと、なんですけど、なんでかって言ったら、ここ知っとるエル君、この知らんやろ、うん、ここめっちゃ目立ってるけど個室やねん。すごい。で、完全プライベートで、内側から鍵閉めるから、あいつ個室めっちゃ好きやん。好きっすね。でもそれでレンさんはもちろん知らんやん。はい、でもここに連れてくれば OK みたいになっとんねん。しかもおしゃれやから、はい、おしゃれ個室もこの用語絶対調べるやつやん、あいつが。もうだからこのクリニックめちゃくちゃ気に入っとって、はい、カップルとかめっちゃ使いやすいみたいな。だからもうラファエルも絶対そこを気に入って、しかもなんか音とかも調整できるとかいう話やねん。なんかそういうええ感じの雰囲気作れるみたいな。すごい。めっちゃ個室やから、はい、でだからもうラファエル今日これ来るのを予約取っとるから、はい、俺がそもそも、はい、だからもう来んねんけど、でそれをもうドッキリしていくっていう感じで。うわー、楽しそう。もう早速行く。はい、行きます。とりあえず今日すごいよ。とりあえず行こう。はい、はい、すごい、めっちゃおしゃれやねんけど。うわ、すごい。うわ、すごい、これめっちゃおしゃれじゃん。綺麗に置いてある。めっちゃ綺麗やな、ほんま。てか、ソースネクストってあれじゃん、ポケトークのあれじゃん、社長ちゃん。すごい。多分、マサさん、マサさん、多分そう。すごい。新規オープンでめっちゃ来とんな、花。あ、よろしくお願いします。ということで、ゆいさんですね。ゆいさんに来てるけど、ちょっと出てきてもらっていいですか。はい、ちょっとすいません、今日またラムさんがあれで。久しぶり。はい、ゆいさん、ありがとうございます。今日また協力、はい、久々っすよね、ほんまに。久しぶりです。久しぶりっすよね。はい。こんな感じでした。こんな感じでした。なんか大人しになってません？大丈夫ですか？ちゃんとやってくれますか？今日ラファエルが、気に入ってること来るんですよ、また。はい。来るんで、その時ちょっと嫌がらせみたいな感じで、個室なんですよ、ここめちゃめちゃ個室になってて、なんかうちが鍵とかも教えられるんですけど、ナースさんなら入れるんで、はい、その、なんか呼ばれてるとか、はい、その時ユイさんに出てもらえるみたいな。はい、感じでちょっと嫌がらせしてもらいたいな感じです、はいはい、今日ちょっとすごい方をまたお呼びしまして、いつもの元カンドッキリじゃないんですよ。あ、そうなんですか。はい、ちょっとお呼びしてもいいですか。あ、あ、すいません、はい、よろしくお願いします。どうもめっちゃ思います。お久しぶりです。すいません、ご協力 OK していただきまして、すいません、また懲りずにまたありがとうございました、はい、本社の方行かせていただきまして、はい、すいません、ありがとうございます。アンサイもドッキリを、はい、視聴者の方の要望がありそうですね、盛況な反響をいただいたんで、はいはいはい、すごかったです、ほんまにめちゃくちゃ、はい、いいコメントばっかりで、はい、ありがとうございました。さすが自分だなと思いました。社長
結構いらっしゃってるらしいんで、ちょっとお話しさせて。いや、もう僕は仕事をここでやってます。定休日あって週5でやってて、僕週7で来てるぐらい。そうなんですか。はい、ここでもあれですね、ほんますごいですよね。社長がさすがに、ラファさんに教えていただいたんですかね、もしかしたら。いやいやいや、僕こういう嗅覚は鋭いんで。あ、そうなんですか。あの、僕女子受けするとこしか行ってないんで。そうなんです。扉閉まってても、もうそこ前にずっと。今日ちょっと社長も普通にあのお客さんの手でいただいていただいて、はい、でゆいさんのことちょっと気に入ってるみたいな、はい、で一応ラファエル元カノなんで、すいません、そんな感じでちょっとラファエル気まずくさせていこうみたいなドッキリなんで、任しといて、すいません、知ってます？はい、ゆいさん、僕渋谷一の大根役者。いやでもこの間めちゃくちゃ良かったです、めちゃくちゃ上手で、ありがとうございました、めっちゃ助かりました。めちゃくちゃ上手なんです。あのテレビ慣れもしてるんで。あ、そうなんですね。はい、あ、すいません、ありがとうございます、楽しいっす、はい、じゃあ、はい、そんな感じでちょっとラファエルが来る時間もちょっと待機していただければって感じで、はい、すいません、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。めっちゃ綺麗ないですか、ここ。うん、すごいですね。これ、先生リュックですよ。めっちゃ、あ、こんにちは、どうも、リュックいますね。僕、10本ぐらい出してですね。はい、毎日来てますよね。はい、ありがとうございます。僕はですね、松坂牛のフィレ200g。 すいません、天敵のお店なんです。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、天敵、天敵、困らせないでください。天敵、僕はいつもので、れんちゃん、どうします、れんちゃん、元気ないだけですもんね。そうです。レッドブルで、レッドブル、炭酸なしの方ですね。薄い水色の方ですね。冷蔵庫左に入ってると思います。はい、職員室の、あれ、あれ、あっちです。右のやつダメよ、あれ、濃い青です。あれ、炭酸入ってる。あの、炭酸入ってます。はい。じゃあ、僕はいつもので、はい、そのうち死んじゃうんで、お願いします。かしこまりました。お願いいたします。少々お待ちください。いやー、めっちゃいいんですよ、本当に。なんかもうマッサージ感覚で渋谷のど真ん中にあるんで、うん。感覚で、はい。体内に入れると、まあ、結構効くじゃないですか。うん。めっちゃいますよ、本当に。絶対うちのマネージャー陣にだけは言いたくないです。ここ、教えたくないです。あいつらには言いたくないですね。あいつらなんてとんでもないお金なんでね。もともと僕もあの紹介してもらった社長に、今のワイファイの、西村社長ってあのよくタクシーとか。はい、見ますね。はい、ほぼタクシー。タクシーの経営者ちゃうかっていうぐらい、タクシーの仕事だから、はい、あなたですね、あなたです。もともと紹介してもらって。あ、そうなんですね。そうなんですね。全然病院らしくないですね。そうですね。めっちゃラグジュアリーな感じなんで、そういうの思わせないですね。なんか高級マッサージ店みたいな。ほんま、なんかさっきも言ったんですけど、やっぱど真ん中にあるんで、もう買い物ついでにパパッと来て、ロケとか仕事とかこの辺、現場多いんで、ほんまそういうのついでにパパッと来れるんで、そうですね、めっちゃいいですね。でも美容ライターとか雑誌の編集者の方とか結構来るんですよ。結構僕の知り合いの、あのモデルの方とか、その辺の業界の方とかめっちゃ来てるんですよ。まあ、お忍びで来れるんでね、個室あるんで。そうですね。僕ぐらい有名になると、知り合いの芸能人の中でも僕もかなり上位ですから、はい、そういうふうになりますよね。え、うざい。あ、レンさん、これ、もたれれますよ、これ。ちなみに。これ、ただの、可愛さじゃないんですよ。あ、すごい。はい。結構やばいですか、これ。うん。足は悪い。これ、二つ同時押してもいけるんですよ。ん？二つ同時押してもいけるんですよ。いや、それ戻ると進むは絶対違う。絶対違う、それだけは。違います。一番外の二つ。そう、そこ、絶対そこ。あー、なんか倒れる、もう。子供やないか、もう。ペアルームっていうか、個室っていうか、よくないですか。うん、なんか普通に大事な人とか、まあ、家族とか子供とかも普通に来れるんで。そうですね。そうですね。広いですね。3部ありますかね、個室。では、酸素の部屋もありますし。カプセル。カプセルですね。あと普通に、まあ、半個室みたいなカーテンもしますけど、そういうの5つか5つあるんで、普通に家族が来れますからね。いや、こっちもあれなんですよ。あの、点滴僕だけ受けて、うん、で、あの、カップルで来た場合、もう一人の人受けなくてなりますよ。だからカップルじゃないですか。カップルじゃない。カップルじゃないです。ごめんなさい。カップルって敬語を使うカップルっていないですね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。基本、今この距離やっと初めて詰まった距離ですもんね。カップルではないです。ごめんなさい。ちょっと勘違いしました。カップルじゃないです。あ、ごめん、勘違いしました。でも、欧米育ちで、ごめんなさい。西海岸の方で育ってるんで、僕。もうカップルって思ってました。ごめんなさい。僕一人で受けて、ポンカップルで普通に使えるっていう。あ、なるほど。で、僕だけで受けててっていう。そういうのいけるんですよ。しかもあれなんですよ。僕は会員なんで、50本なんですよ。50本。そうなんですよ。ずっとっすね。なんでそんなに言わなかったそれ。え、教えなかったそんなにずっと言葉なので。そんなに言うねばりゃこれ聞かれてもらった。あれこれですね。あれこれですね。失礼します。今日担当させていただきます。ああ、こんにちは。お願いします。
備してるので少々お待ちください。はい、はい、あ、はい、お願いします。はい、お願いします。え、マジですか。4ヶ月何もしないけど。一緒。ここは松田さんが担当なんですか。あ、そうです。あ、お願いします。あ、もういいですか。はい、すいません、ごめんなさい。あ、いい、ごめんなさい。松田さん、前、なんかジムで働かれてませんでした。いや、働いてないと思います。あ、なんでですか。いやいや、別になんかジムみたいな。あ、ごめんなさい。あ、全然です、すみません。じゃあ、お知り合いなんですか。あ、いや、全然、ちょっと古い、古い友達です。元川です。あ、そう、言っちゃうんすね。あ、言っちゃうんすね。あ、そうなんですか、元川さん。すごい、すごいですね。あ、まあ、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと、あ、いや、いや、友達です、はい、全然、全然、友達です。なんかでも、普通に自然消滅みたいな。あ、自然消滅みたいな、はい、よく若い子の終わり方がありがちな。あ、そうです、ね、中学生みたいな終わり方なんですけど。中すすすす。え、右でいいですか。あ、はい、絶対左手です、これ。絶対左手です、はい、左手ですか。じゃあ、ごめんなさい、失礼します。まずね、ここいつから働かれてるんですか。僕結構来てますけどね、ここ。あ、でもオープンしてからいますよ。え、います、います。嘘だ。痛い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 、そんなにそんなにしなくていいでしょ。痛い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 です。そんなにしなくていいでしょ。痛い痛い痛い、パンパンになってるやん。悪液みたいな、鼻山の悪液みたいになっとるから、これ血管出てない。痛い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 、そんなパンパンせんでいいじゃないですか。これ僕こんなんしないと血管見る方ですよ。すいません、悪液やん、これ。じゃあ刺しますね。ちょっと気をつけて刺し方、絶対ちょっとちゃんとやってや、刺し方、ほんまに。仲いいですね。あ、まあまあまあ、なんか刺しますね。あ、いやいや、そうそう、仲いいんですねって言ってます。痛い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 仲いいですね。仲いいですよ。仲いい。仲いい、良くないですよ。いや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 。開花してませんでした。最後。最後。そうです、最後。わかるとき。だったとしても、僕が今連れてる女の子に言わないでしょ。これ悪劇いたずれるんですか。悪劇。めっちゃ痛いんですよ、これ。頑張ったんですけど、これ。ほんまに。すいません。ちょっとお待ちください。ほんまに。お願いします。これでも聞くはあんま聞くんでね。そうなんですよ、めっちゃ聞くんです。おっさりで。いや、そう、めちゃめちゃ好きじゃないですか。何がですか。あ、そうですね、はい。あ、好きじゃないんですか。全然。失礼します。決まってからやめてください。俺横にいるんですから。こいつには本当に気をつける。いや、言い方、言い方、こいつって言い方、こいつって言い方。じゃあ、そうですもんね。今聞いて。こいつって言い方。これでもいいですか、終わりですか。いや、そうです、ちょっとお待ちください。はい、です。一旦それで下がりましょう。じゃあ失礼します。え、携帯取ってダメじゃないですか。携帯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 絶対そんな人いないよ。いやいやいや、行きます行きます。全然楽勝ですよ。ほぼ毎日来てますから、今。怒られそう。LINE めっちゃ来てる。あら、マジか。ちょっと一緒に電話していいですか。あ、もしもし、ランガレです。あ、お疲れ様です。社長、今お電話よろしいですか。あ、そうです、お疲れ様です。え、社長、今いらっしゃるんですか。僕も今、中いますよ。あ、本当ですか。え、お昼ですか。あ、ちょっとだけ挨拶顔出します。はい、僕多分奥なんで。あ、一番ですね。わかりました。はい、すいません。すぐ行きます。はい、失礼します。一緒挨拶でいいですか。はい。紹介してくれたのかな。どうしよう、このまま行こうかな。ちょっとダメですよね。松田さん、すいません、これちょっと取ってもらってもいいですか。ちょっとまだ残ってるんですけど、ちょっと僕が行きたくて、はい、あ、僕がちょっと挨拶行きたくて、すいません。わかりました。はい、優しく取ってください。失礼しますね。はい、痛い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 、それもう脱毛の時のやつ。ブラジリアマックスのやり方じゃないですか、それ。すいませんね。痛い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 、ブラジリアマックスのやり方、それ痛い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 。大丈夫でしたか。大丈夫大丈夫大丈夫です。気分はもう、はい、です。気分は結構ですね。精神的に来ます。あ、本当ですか。はい、もう一回打ちます。いや、もう大丈夫です。大丈夫ですか。はい、え、いつからですか、マジで。本当に。あ、でもオープンしてからいます。本当に。はい、結構いますけどね、ここ。あ、本当ですか。じゃあ、一回も担当しなかったってことですよね。結構来てるっすけどね。え、この子と一緒に。あ、いやいや、違います違います違います。違うなと一緒に。はい、いやいや、言い方言い方やめてくださいよ。見たら分かるでしょ、僕が狙ってるこの構図。狙ってるんですよ。分かるでしょ、見たら。興味ないって言われ
われてますよ。今からじゃないですか。スタートはスタートはここやから、あとは曲がるだけやから。そこをまたさらにこのコンクリートに床を持って落とすことしないでください、僕の評価を。こっからしたらないんですからね。いや、でも本当に気をつけてくださいね。本当に。何人も握ってきてるので。気をつけてくださいね、本当に。じゃあ、ありがとうございました。あ、すいません。お越しください。ありがとうございます。いや、緊張しますよ。でもこいつ詐欺師なんで。言い方。最後の最後まで。捨ててる場合に。いやいや、あの、まあ、冗談ですよ。冗談とかじゃないですよ。冗談ですよ。僕はもっとファンです。熱血でファンです。ありがちなんですよ、そういうの。ちょっとだけ挨拶できていいですか。はい、ごめんなさい、すぐ戻ります。失礼します。おはようございます。おはようございます。びっくりしました。いらっしゃるって知らなかったんで。いえいえ、びっくりしたのこっちだよ。がっつりやってるじゃないですか。あれ、お一人ですか。いや、今日は、うん、今日はてかもうずっと僕、社長に紹介してもらってからもうずっと僕大学来る女性と来てますよ。うらやましい。今日も僕女性と。いやいや、でもすっごいおしゃれだよね。いや、めちゃくちゃいいですね。やばいよ、本当に。見て、これもういつもこんなの。なんで一人なんですか。いや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 。いやいや、もう本当に連れてきたいのはやばやばなんだけどね。こう超可愛い看護師さんがいて。え、あ、私も聞いた。そうなんですか。いや、めったにないんだけど、うん、可愛い看護師さんがいるんで連れてきて。そうなんですか。やばい、めっちゃ可愛いよ。マジですか。看護師ですか。看護師やばいよ、本当に可愛くて。誰だかな。看護師ね、可愛い人もいいんだけど、そう、飛び切り、はい、そんな人います。一人だけ超やばい。本当ですか。僕そのために、はい、ほぼほぼ毎日一人で行けるんですね。ほとんど住んでるの。僕も今ゴールドラインですよ。マジで。はい、安いんで。いやいやいや、俺もびっくりして。でゴールドになると半額だもんね。半額ですね。俺もいろんなとこ行ってるけど、はい、マジあの価格ないね。どうやって儲けるんですかね、ここ本当に。いやいや、やばすぎる。しかも LINE 友達になるんだけど、 LINE でね、あー、来ますね、はい、いや無料クーポンとか、はい、本当に西丹クリニック LINE お友達になったら本当によかった。でもそのおかげもあって、あの増田さんって言うんだけど、超可愛くて、もう点滴しに来てるのか、なんか松田さんに会いに来てるのか分かんないもんね。あ、松田っていう方が社長のお気に入りの方なんですね。松田さん。あ、へえー、あ、そうなんですか。へえー、はい、よ、どんな人なのかちょっと分かんないですけど、まあ、見てみます。僕も何度か来てるんですけど、看護師の方の名前まではさすがにちょっと把握してないんで。天使、神。いやでも松田さんがいるから本当はね、ドラムさん羨ましいよ。いやいやいや、全然全然。だってこれ入り口から女の子来たらもう超ヤバいじゃん、うわ超シャレみたいな。確かに確かに。僕できてないけど、まあそれぐらい松田さんラブみたいな。マジですか。だってデートの途中にさ、こんなとこ知ってんですかみたいなね。でもまあ松田さんにちょっと振られたら、はい、女性とちょっと連れてこようかなみたいな。こんにちは。こんにちは。結局の復元させていただきますね。大丈夫ですね。はい、あ、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。すみません。はい。行きます。確かにめちゃくちゃ可愛いですね。やばい。あんな可愛いのいるんですか。やばいな。社長めちゃくちゃ可愛い。いや、めっちゃタイプ。ふうってなった。あの方、あ、初めてかもしれないです、僕。松田さん。看護師なんですね。看護師、あの香りってなかなかいないですよね。いやー、なかなかドキドキすることないけど。あ、確かに僕も今めっちゃドキドキしました。いや、もう入ってきた瞬間、はい、点滴のうちが倍になった感じ。トクトク。絶対倍にはなってないですけど。いやいやいや。タイプ。いや、そうですね、今。結構色、めっちゃドキドキしました、今。かわいいと思って、はい。びっくりしました。じゃあ、行きますか。言えるかや、お世話になって。俺もう知らんぷりして、明日から動くのやめようかな思ったら。言わなあかんて、それ。言えるかや、そんなもん。それ言わなあかんて。考えてわかるやろ。松田さんって言ってた。いや、それはさ、タバコ吸ってる人に注意するのか、二十歳以下でね、はい、注意するのが友達なのか、はい、そのまま注意しないのが友達なのか、まあ差でしょ。それ注意しちゃダメでしょ。そういうことでしょ。松田さんの僕の大好きな
松田さん。そうじゃなくてます。いや、それで、ちょっとやりました。それをね、すごい好きで通ってるというから、どうしようかなと思って、気まずいな思って、ほんまに。いやご協力いただきまして、ほんまに。本当にありがとうございます。協力なんですよ、でも、わからないでしょ。社長、ほんまに来てらっしゃるんで。いや、俺も社長に紹介してもらってるから、もともと。そうでしょ、そうでしょ。もともとしたけど、そうでしょ、ちゃうと。お前さ、大体俺のスケジュール勝手にみんなって。マジで。こう僕も紹介してたんです。結構使ってて。マジで。本当にここ、マジ話で超落ち着く。ロケ中に行ったりしますかね、僕ら。確かに。そうしましょう。僕だけ。僕もう仕事半分ここだから、本当に。僕も女性連れていて、ね、やらしい話、内掛けですからね。やらしい話。内掛け。使うと間違ってるかもしれないですね。だから、やらしい話。マジで女子受け半端なくいいんだよ。あ、いいですね。いやもうどこで聞いたかわかんないけど、芸能人の方もいっぱいお忍びでね。ほんまそうっすね。インスタとか。芸能人のうちの一人や。インスタとかめちゃめちゃ来ちゃって、芸能人じゃん、ラフさん。インスタ可愛い子しか来ない。ほんまそうっすね。インスタほんまに可愛い子ばっかりで。マジで。え、だから嘘なんでしょ、結局ユイさんはいないんでしょ。もちろん、それはいないでしょ。でも俺も、だからユイさんがおる時点でもやってるよ。めちゃくちゃ似合ってる。そうですね。ありがとうございます。ほんと可愛い。松田さんね。松田さん。働きたいです。もちろん、ヒント与えたもちろんだ。しばらく思いっきりやってくれって。ブレーキの中身が悪劇みたいな。花山薫に見えた、これ。嘘でしょ。痛いってなって、俺。ほんまに。ポケトークの松田さん、社長から得て、松田さんになってるんで。そう。ああ、お話してたじゃないですか。それ気づいてたよ。そういうことね。もうちょっと、いろんな思い巻き込みやめて。この間マカオ行くとき使ってたわね。動画に出てるわ。動画に出したわ。それやっぱさすが世界シェアナンバーワン。いやいやいや、すみません、なんかこんなやつの本当と聞いて、とんでもないわ。似合ってる、えらいもん似合ってる。似合ってるっすね。ほんとお前、レンちゃんほったらしにすんなよ。レンちゃんはだって仕掛け人じゃないでしょ、ここにいないってことは。全然いいっす。巻き込むなって、お前。僕ちょっと知り合いのインスタグラマーとか、YouTube とか、いろいろデザイナーとかやってる方と。かわいいこと来てんの？松田さんじゃなくて。いや、松田さんじゃない、すいません。一緒に来てまして、それこそ結構な、はい。どっちが可愛い？よいしょ、それほんまやめましょう。それほんまにやめましょう。ギラギラした目で見るのやめてくださいよ。怖いねんけど。言ってください、じゃあって。大きい声で言ってください。向こうにも聞こえるように。はい。ちょっと待ってみて。今悪い声やもんね。レンちゃんも何のこっちゃ分かってへんのほんまに。いやいや、ほんとに知り合いの、よく YouTube 出ていただく方と一緒に来てまして。あ、そうなんですよ。今なんか狙ってる。あ、まあ。まあまあまあいいか、これから。全然いい。マイナスっすね。マイナスっすね。結構嫌いでます。その嫌がらせの時は大体分かってるから。いや、俺もここにいながら、腕ちぎってやると思って。もっともっとダメでしょ。あんなに世の中で広告で出てる方が、そんなことダメでしょ。腕ちぎったれって。あの CM の顔から想像つけへん。いや、でも俺、このクリニックでラガンさんの、一度言ったことが忘れる癖を直す点滴作ってほしい、本当に。絶対忘れてるもん。確かに。それか、今の白玉点滴ネーミング変えて、松田白玉と。松田白玉。それかじゃないですよ。最初、この松田白玉って。なんで松田なんですか？話すと長いんですよ。話すと長いです。これさ、まずさ、この絵カオスじゃない？ずっとこのまま、すっごい符号みたいな感じの。カオスじゃない？動けないですからね。動けない最初なんで。社長も結構本当にいらっしゃるんですよね。本当に疲れも取れるし。そうですね。でも酸素カプセルもあって。ありますね、奥に。はい。大好きで酸素が。いやー、もうあれもう半端なく、しかもゴールド会議なんで。1500円。見たことないぐらい安い。やっぱ使える時とか一気に取りますよね。女の子来たんだ、一緒に。いやでも別に来れるじゃないですか。嘘なんですから、仕掛け人なんですから、別に来れるじゃないですか、別に。そろそろね。松田さん一緒に来たって。やばい。結構ガチ、結構ガチ。結構ガチ。金くれよ、お紹介してよ、金くれ。社長、お金ください、お紹介したんですから。どんなに海外行けへんてんの、俺。そんなに海外行けへんてんの。僕、受付で松田さんの、松田じゃないんだよね、松田じゃない。結構ガチの。点滴代を先に払って、で、よくレストランである、あちらのお客さんからみたいな。お笑いの先輩が払ってるみたいな。会計書いていたら、西村社長払ってますみたいな。ここいるとかに。でもやばそう。いる。それ動く時に女の子が、西村社長につけといてくれって言われる。ここ絶対やってねえと思って。レンちゃんに謝りに行こうもん。そうですね。社長、本当ありがとうございます。すいません、ご協力いただきます。おすすめ、松田白玉。
まあ、ゆうさんもう二度と出ないです。僕の動画に二度と出ないです。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。レンさん、レンさん、レンさん、いや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 、お疲れ様です。いやー、今、えげつないことになってました。すいません、このボギー、俺とブスが俺見て笑われてますけど、坪さん、仕事通りです、本当に。もうお前ら、お前、えげつって、ドキだった、ドキですね、すいません。てか、レンさんも関わっちゃダメですよ、ほんまに。いや、別にいいじゃない、ほんまに別にいいじゃない。いいじゃない、ラッパさんはいいですけど、こっちはダメなんで。そうそう、ほんまに、仲いいですから、レンさん。いや、ほんまに仲いい、仲良くないでしょ。まあ、仲良くないでしょ。嘘でしょ。仲良くない、いつものやつでしょ。いつものやつでしょ。嫉妬してんのお前。してない、してない、嫉妬してんのなあ、なあ、こいついつもいつも俺のさ、俺の恋愛を邪魔したからさ。そんなことない。お前嫉妬してんじゃん。俺がいつも可愛い女、お前連れてるから。おい、俺のインスタ見てるお前ら男、お前らぜ、俺嫉妬してんのか。毎回毎回俺が可愛い女と、どう見ても俺んちで二人きりやから。そう、嫉妬するわな。家で女と二人きりなんかありえへんからな、そんな。家に女あげるって。そうなんですよ。お前もそうでしょ、一人か。僕はちゃんと守んないじゃん、他の女性を。いやいやいや、お前、誰やの、誰やの、お前。少女マンが見すぎか、お前。誰を守った、お前が。ほんまにヒョロヒョロなやつが、幅だけ広くて、エヴァンゲリオンみたいな体験しやがって。誰が守った、エヴァンゲリオン。リアルエヴァンゲリオンみたいな体験しやがって。しょぼるじゃん。誰がしょぼる。じゃあ、ほんまに。やめてて、お前。レンさん、許可取ってんのかよ、お前。どうすんの、俺がレンさんとなんかここでなんかしだしたら、じゃあ。ほんま、それは止めに入りますよ、それは。いたんすから、僕。西村社長とか巻き込むなって。あんなな、そんなもう、ほんとすごいもう、名の通ったな、そんな、すっごいもうみんなを知ってる。下手したら、もう芸能人やろ、芸能人やろ。巻き込むなって。だからもう文化人の方でしょ。そうそうそう。巻き込むなって、お前。お話いただいたじゃん。お話いただいたの、それは。いただいたじゃない。お前の話もって言ってなかった。向こうが話来るかよ、ドッキリしたいって。来るわけないやろ。お前がそそのかしてるから、お前、西村社長は。そそのかしなって。ゆいさん連れてくるなって、俺の目の前に。ゆいさんはあんなもベルトでよ、死ねるかよって言われてる。仲良さそうでした。あ、そうですか。いいってなったわ、元からドッキリでもえって思んないってな。あ、ちょっとこいつなんだ。全然動いてる。こいつなんだ。こいつやばいっす。こいつなんだ。止まっちゃってます。もう完全仕事放棄してる。完全に放棄してるっすね。こいつもうバイトだよ、ちゃん、今日よ。完全仕事放棄してるやん。そうっすよ。お前大丈夫か。なんや、俺を多めに映したって俺喜べへんぞ。レンさん帰りましょうか。まだここほんとおすすめなんで、それでいいの。今日はゴールドカーになったら半額ですからね。はい、僕よう来てますから、リアルに。本当に。じゃあレイさん、ほんま別で一人のとこあるんで、一人で行って、あとは家族とかね。何レイちゃん、その寂しい。そんなレイちゃん、何その寂しい。全然かわいい。全然かわいい。あかんかん、あかんかん、こっちない、こっちない。あかんかん、あかんかん、通じる方がいい。ごめん、よし、レイ行くぞ。レイ行くぞ。